日本生まれのゾウさん初めての繁殖例を目指しております。どうぞ皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、夢かもリリかも桜のお絵描きをさせていただいております。こちら広場の周りの桜も程よく咲いてきましたね。今年は一番早く咲いているのではないでしょうか。もちろん今年初めてこちらの広場でのお披露目となります。毎年この時期は桜のお絵描きをさせていただいております。年々夢かもリリかも綺麗な桜を描いてくれています。お姉ちゃんの夢かが